宝か、宝がいないの。おっそら勇者。PS2 ゾイドインフィニティフュージョン。やっていくわ。にゃんにゃん。ワンワンとワンワン。恐竜にキメラ。にゃんとに。フューザーズの面々にね。ゲームオリジナルにやるかな。で、フューザーズの面々にね。マスクメールにね。にゃんにゃんに。キョウキョウ。キメラ。にゃんにゃん。にゃんにゃん多いな。エナジーにゃんにゃん。ゴリラにゃんにゃん。にゃんにゃんしか出てこないのか、おつおつは。まったく。ゴジラ。ケツビームの人。マトリックスドラゴンね。ワンワン、ワンワン。恐竜。いや、ニャンニャンか。てか、バイクになるワンワンなかなか珍しいんだね。恐竜。ライガーゼロファルケンね。ファルケンペンチ。さてと。ゾイドインフィニティ。シングルプレイムード。スレッドウェンね。ああ、そっか。PS3 ではあんまりやってなかったんだもんね。で、このストーリーモード。ストーリーモードが、ちょっと、なんか、ゲームバランスが全然違う感じで、なんか、すごい、あれってなるから、アーケードモードばっかり PS3 の方ではやってたんだね。Vs. Fusers モード。Survival モード。そこら辺はちょっとツラダンだったから、もうこっちじゃやってなかったのかな。っていうか、アーケードモードばっかりだもんね。マイカ。システム。あれ。あれ、こんなんばっかり。キャンフィング。あれ？なんかラウンド2制度をラウンド1制度にするのなかったっけ？じゃないかな。じゃあアーケードモード。ちょっとインフィニティ。ソロ1 2 3ランダムね。アイテムチェック。システム。おう、あれか。ワンプレイ50円にしたゲーセンが勝手にやってただけでいじくれないんだっけ、こっち。まあいいか。ゾイド。そう。あんまりね。あんまり揃ってないんだろうね。まあいいか。どうしよっかな。コマンディルーフ、フィールドライガー、ライガージロ、アイルランキング、セイブルタイガー、レッドホーン、ビアザーワー、ゴージラ、ライガージロ X、ウォルタートゥーゴー。てか、基本的にゾイドボラサスの方が種類は多いんだよね。ストーリーモードとかにはいっぱいいるんだけど、やっぱりそれよりも多かったような気がする。まぁ、出てないやつもいるんだけど、まぁいいか。どうしよっかな。とりあえずいっぱい武装があった方が楽しいんだけど、武装があればあるほど重たくなって動きにくくなるからな。まあいいか、スイールドライヤーでいこうか。いや、コマンデオークでいこうか。ウェペンね。ミサイル結構、あ、そうか、レーザー使いまくっちゃうとブーストが切れちゃって、あれなんだろう、エネルギー共通だからツラタンなんだろうね。で、このキャパシティが少なければ少ないほど、軽くて動きやすいんだろうね。
でもミサイルは外せないかな。これいらなくね？おならプーするだけだからいらないよ。どうしようかな。弾数が少ないやつはちょっとツラタンなんだろうね。でもレーザーか。これかな。いや、これでいこうか。オプションね。あ、これでもっと軽くなるってこと？軽くしよう。じゃあこれで、いこう。ハリック・キュラクク、グライロ・チェイキュク、ネオ・ゼルバス、ハリック。どうしようかな。1回目映して2回目はカットで最後のとこだけにしようかな。てかそんなにスマホが持つんだろうか。まあいいか、サクッといこう、サクッと。ワンワンとワンワン。これ色変えれなかったっけ。勇者を。天が呪われた島に使わした伝説の英雄、シャクト・スペクト様、ただいま参上。はい。あ、なんだお前が俺の相手か。ずいぶん弱っちそうな顔してるな。顔はやめなよ、ボディボディ。ま、お前は俺に秒殺される運命なんだが、落ち込むなよ。それがセンスの差ってやつだからよ。はい。武装がないから切り替えがなんかあったような気がするんだけど、まあいいか。まあ確か大体直感操作だったような気がしないけど、よし。あん、ウェイウェイ、ウェイウェイ。あ、なんかいろいろ思い出してきた。ゲーセンでめっちゃやり込んだからな。ウェイウェイウェイ。ワンワン。ワンワン。あ、しまっ。あ、これジャンプアタックなかなか当たんないよね。ワンワン、あん。そういえばなんか防御もあったような。これか。伏せると防御。あ、立っちゃった。ワンワン。ワンワンおー。あ、アイテム特になしか。まあいいや。レッドフォーンか。ないだろ。なんだって？だぁ、通信が全くできねえじゃねえか。さすがトライアングルダラスの近くだぜ。そうだぜ。しかも舞台からははぐれて、よりによって演習で恥をかかせてくれたこいつと二人きりなんて。ドキドキしちゃうね。しかも敵襲かよ。仕方ねえ。おいお前、俺の邪魔だけはすんなよ。俺を誰だと思ってる。さあ行こうか。適当に選んだんだけど、このケニー・ヒューフのライフォー、なかなか白で合ってるんじゃないか。白っていうか白と黒で。ワンワン、ちょっと白感があんまり出ないな、これ、フェイリーだと。ちょっと白くなかったっけ？なんかすごい塗った覚えがあるんだけど。おぉ！えぇ、えぇ！やばい、やばいやばい。エネロゲー切れちゃったよ。ぴょんぴょんするんじゃ。えい！えい！あれ？やばい！よし。投げ技もあるみたいなんだけど、なかなか決めにくいよね。ウェイウェイ。ワンワン。ワンワンワン。ワン。あ、出ない。た、あ。そうか、重点冷却が。
今メダロってやってたらここら辺は慣れたんだもんね。やってるのに慣れたんじゃない。ワンワン、おお、急。ゲットだぜ。3DM レーダーとは。おい、あれを見ろ。あんなところに女の子がいるぞ。なんだと。しかも割と可愛いっぽい子だ。可愛いっぽい。こちらコマンドウルフ。前線で難民を発見した。下級的進化。下級的。セイボールタイガー、なるほどな。ワンワンバーサスニャンニャン。なあ、なんで君はあんなところにいたんだ。名前は。この島に前から住んでたのかい。質問攻めかな。ちぇ、さっきから何にも喋ってくれねえのな。はい。はあ、とにかく一回俺たちの基地まで連れてくからさ。ここを抜ければすぐだからさ。はい、それはどうかな。ワンワン、そうそう、さっきから急ぎ出てたんだけど、ロックオンっぽいロックオンがないんだよね、普通のゲームと違って。なんとか視界に、視界に捉えていい距離を保つと当たるかなっていう。あの、相手をずっと見てるか、見てるっていうのがないから、ちゃんとレーダー見とかなきゃいけないんだけど、まあレーダーって見忘れるよね。しょうがないよ。あー、ダメかな。よし、ケツに弾ぶち込んでやったもん。ケトゥーン。よし、ワンワン、お、ゲットだぜ、シュトーム。あ、やった。シュトームってことは、ボラサクーラーシュトームってことか。なんかの片付いたか。ってあれ、おい、あの子がいないぞ。おいって言われてもない。つの間に、一体あの子は何だったんだ。不思議ちゃんかな。おう、ジャンザワー、これは家電粒子を食らったらおあたんなやつだ。ということで、今回の作戦は舞台の皆さん一人一人が参加して行っていただきます。どういうことで。先日から行方不明になっている第5部隊隊長の捜索です。はい。単体での作戦行動ですので、迂闊な行動は非常に危険です。必ずこちらの指示に従ってください。はいはい。おい、こら、今日は俺が一緒じゃねえんだからな。あんまり無理すんじゃねえぞ。逆にいつも一緒だったの、これ。救難信号キャッチ。発信源は、あなたが一番近いようです。現場に急行してください。はいはい。ワンワン、おぉ、さあ行こうか。だがチャンス、隙がでかいからな。そういう時言ってやるんだ、隙。ああ、 3D スティックが調子悪い。 3D スティックをこれ2本使うから、結構マイチングなんだろうね、調子悪いと。ああ、ウェイウェイ、ああ、いっちゃえ。あ、やばいやばいやばい。危なかった。危なくワンワンするとこだった。よし、ワンワン、おー、ポイントがアップした。
ズラー。違う。ギャズリラー。違うね。ギャズリラー。うん。ガジラか。おい、無事だ。で、ここは基地？こんな山の中の洞窟に？あ。いや、基地が崩れる。敵軍の罠です。高エネルギー反応。敵へ出現。なんですって。ちくしょう。おい、とっとと片付けて脱出するぞ。はい。そういえばこれヘリク共和国選んだら、ヘリク共和国のゾイドは敵に出ないのかと思ったら、普通にゴジラスとか出てるわね。ということなのか。せい。パワーはすごいけど、動きがそんなに速くないからな。あれ？掴みが失敗したわ。釣れた。あぶね。尻尾弾が。お。よし。危なかった。よし。うん、おお。コアブースター。ブースターじゃなくてコアブースター。ああ。崩れんのが早い。おい。はい。ちょっとこ。アランカンゲ。うほ、いいゴリラ。かわいそうに、こんなに傷ついて。つまらない人間たちのために。そうせん。今、痛いのを治してあげるから、ちょっと待っててね。あ、応答、応答願います。あ、よかった。無事でしたか。他の隊員はすべて帰還しました。あなたは今、エリア B の6？どうしてそんなところに。知らんかな。敵接近、単体、敵の石膏のようです。なんですって？F イコールハルトマン。なるほどな。F イコールハルトマン。その心は。ゴリポンはそうだった。ミサイルの鬼だったんだ。お、えい。しまった。踏み台にしただけじゃダメだ。やばい。おう。おう。倒れてるときはダメージが少ないんだおね。でも逆にミサイルとかだと一発は少ないんだけどいっぱいダメージが与えられるってことだおね。ゴリポン。ワンワン。おー。剣エンド中。よし。ワンワン。おー。剣エンド中。ゲットだぜ。H, B, ジェネレーター。ジェネレーターじゃなくて、ジェネレーターなんだよね。やっぱり。伸ばし棒嫌いなのかな。ライトニングストライクス。サイクスって、4文字で書けるのか。もう少しで基地です。頑張ってください。はーい。救難信号？近くに光線記録は残っていないのに。まずは私の研究を大陸の奴らに触れさせるわけにはいかないのだ。そうなの？前方に巨大なエネルギー反応。後方には敵へ出現。前方の反応は危険です。後方の敵を撃退して活路を開いてください。はい。もしもし、
何言ってるわけ。あいつとは。ワンワン。よし。ライトニングサイクスはニャンニャンなのか。ニャンニャンか。ああ。お。ダメか。投げ技。引っ掛けれること。遅くないか。 よし。ワンワン。ワンワン。ワンワン。よし。まさかの一回ゲームオーバーしたお。つばた。 Revenge. ジュラス・ジ・オーガが使えるようになったってことかを。めっちゃずれたな。うっ。デス・ジーロー。やばいよ。これはやばいよ。ガチだわ。先ほどのエネルギー反応。極大化。すぐに離脱してください。はい。すぐに離脱してください。はい。大事なことだから2回言ったわね。 もしもし？もしもし？もしもし？聞こえる？聞こえる？いい？正面から戦って、あいつを倒そうとか思わないで。つまり、やれってことか？まずは自分を守ることを考えて。正面から。一つ一つ攻撃はすごい破壊力を持っているけど、その後には必ず隙ができるわ。そうなの？倒すことはできなくても、少しでもダメージを与えられたら、私が何とかできるかもしれないから。素手で殴るってことかを？ よし。じゃあちょっと、あの子の言うことを聞いてみろ。名前なんだっけ？名乗ってなくれ。うわぁ。あ、せっかく休んでるのに。 という夢を見たのさ。最高。 ごめん。えい、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 え
よし、懐に入って倒してみたお。ワンワン。Dead! ババラ、ディス・スティンガーがたった一のゾイドに敗れるだと。面白い。やはりゾイドの強さには私の想像を超える何かがあるようだ。そうですね。ん？この光は。うわ、眩しい。娘か。まあいい。また必ず会おう。はい。大丈夫？怪我はない？まああんまりないよ。今のうちにそこから離れて。また彼がやってこないうちに。彼しかを。それにしても、デス・スティンガーをたった一人で倒すなんて、あの人だったら、もしかしたら。うん。あの人も大陸の軍人だものね。そうだろ。行こう、ミラージュ。ミラージュ？絶対に、こんな無駄な戦いをやめさせなくちゃ。彼氏の名前は、ミラージュっていうのか。ミラージュ、ブレードライガーミラージュのことか。あれ、アタックブースター青かったっけ、そのまんま。まあいいや。というわけで、チャオ。To be continued.